世の中にはこれをすればいいことがありますよと教えてくれる人がいます。あなたがしようとしていることよりこっちをした方がいいことがありますよと言われたとき、じゃあそっちにしようと自分の好きなことを諦めてしまうことがあります。私はこの服が好きですと思っていたのに、いやこっちの服を着た方がモテますよと言われることで、自分の好きな服を着ることができなくなる時があります。私はこれを食べたいんですと思っていたのに、いやそれよりこれを食べた方が健康的ですよと言われることで、じゃあそっちを食べようとなってしまうことがあります。このように自分の好きという感覚ではなく、他人の意見を採用する体験を繰り返すことで、自分のしたいことができなくなるという不満が溜まっていきます。自分のしたいという気持ちではなく、他人のこうするのが正しいことですよという意見を受け入れ続けることで、自分の好きなことができなくなるという生きづらさを感じるようになります。これをすれば幸せになれますよと言われ続けると、それをすれば幸せになれるんだと信じるようになります。それをすれば満足することができるんだという暗示がかかった時に、それをすればある程度満足することができます。例えば、この車を買って週末に家族とドライブすれば幸せになれますよと言われ続けることで、その車を買って週末に家族とドライブすれば幸せになれるんだという暗示にかかります。そのような暗示にかかっている時に車を買えば、よしこれで幸せになれるぜと満足することができます。しかししばらくするとその暗示は解けてしまい、その車では満足できなくなる時が来ます。なぜなら以前にこの車を買えば幸せになれますよと教えてくれた人は、いやいやこの前の情報は間違ってました、実はあなたが買った車ではなくこっちの車を買えば幸せになれるんでしたと同じ車種のニューモデルを提示してくるからです。そしてこの車を買えば必ず幸せになれますよと言われ続けることで、そうかその車を買えば幸せになれるんだという暗示にかかっていきます。そしてあの車を買えば幸せになれるんだという思いが強くなればなるほど、今持っている車に対して不満を感じるようになります。今持っている車とニューモデルの車の性能はほとんど変わらないのに、この車じゃ幸せになれないとイライラするようになり、新しい車が欲しいという衝動を抑えることが辛くなってきます。こうすれば幸せになれますよと教えてくれる人は、こっちをした方がもっと幸せになれますよと定期的に情報を更新します。そのような人の言葉を信じると定期的に搾取されるようになります。そのような人は、もうその服は古いですよ、今はこっちの服を着た方がモテますよ、今そんな服を着てたら笑われてしまいますよと脅すことで新しい商品を売りつけてきます。これをするのが正しいことですよという相手の意見を採用することで、自分が本当にしたいと思っていたことができなくなります。自分のしたいことをしないことで自分を満足させることができなくなります。他人の正しさを優先すればするほど不満が溜まっていきます。不満が溜まれば溜まるほど早く楽になりたいという気持ちが強くなり、こうすれば楽になれますよという誘惑に引っかかりやすくなります。本当は着たくない服を着て溜まった不満を解消したいという思いが強くなるほど、あなたが本当に着たい服はこれですよ、この服を買えば幸せになれますよという嘘に騙されやすくなります。ということで、このようなビジネスをする人のカモにならないためには、自分が好きと感じる方を選ぶと決めておくことが大切です。好きな服を着て、好きなものを食べて、好きな人と付き合って自分を楽しませてあげましょう。正しさを優先しすぎて好きなことをすることを忘れないように気をつけてほしいと思います。